ね、エンターテインメントって大きな中でも、先生がやられて、ね、違うようなジャンルのところもいろいろあると思うんですね。僕が始めたところも全然違う、時代の違うところでも、はい、結局この核に行くっていうのは、そうです。一斉にここを目指してるんですよ。だけど多分その前に死んじゃいますよね。はいはいはい。だけど死んじゃうんですけど、ここを目指してたことが幸せじゃないですか。はい、では、この度ですね、6月の、僕が今、開いているですね、ドリームサロンという、はい、オンラインサロンの、サロンがあるんですけれども、そこの特別対談っていうものを、4月から始めていまして、で、6月の特別ゲストにですね、お越しいただいているんですけれども、名古屋芸術大学、特任教授のですね、森泉さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほどもちょっと言ったんですけれども、はい、本当に、このドリームワン、ドリームサロンというところは、やっぱ夢において、夢を語り、夢を叶えていき、また夢を語り、夢を叶えていくみたいな、夢にまつわるような、僕はサロンにしたくてですね、で、実際に本当に、夢を叶えて来られた方だったりとか、今もまだ、そして夢を見て、夢に向かっている人たちだったりを、一緒にこういう対談形式でですね、ゲストをお招きして話をしてたりするんですけれども、昨日ですね、実はこれ今日5月じゃないですか。で、昨日僕初めて、名古屋芸術大学で、特別客員教授としてですね、講義をさせていただいて、はい、ありがとうございました。一日ずっとお付き合いしていただき、はい、そしてその後のちょっと会食でお話をいろいろさせてもらっていた際にですね、いやもうぜひともこのサロン内で一度僕のゲストとしてですね、お越しいただけませんかっていうことを言って、はい、了承して今日このように来てもらってるじゃないですか。はい、ちょっと森泉さんのことを僕だけじゃなく見ている方も、はい、まだまだ全然面識がないので、教えていただいていいですか？はい。名古屋芸術大学にはこの16年でしたっけ？そうですね。はい。はい。何を教えてらっしゃるんですか？主としてミュージカルと演劇です。はい。で、昨日も食事会食の際にすごく、いろいろ多岐にわたりですけれども、はい、エンターテインメントの話をさせていただいたじゃないですか。はい、マイケルの話もマドンナの話もいろいろしましたけれども、はい、まあ、すごく理解が当たり前ですけれども、ものすごい深いなと思いましてですね。で、それが何がすごいって、その、森泉さんの知られてる、僕は全然知らない、またいろんな世界を、ある中で、すごくなんですかね、ある意味若い世代の、それこそヒップホップだったり、ブレイキンだったりとかでいろんな話もされてましたけど、なんか、あ、そんなこともご存知どころか、こんなに理解されてるんだっていうのは、ちょっとびっくりして、いえいえ、なので、なんかやっぱり本当にエンターテインメントの素晴らしさですけども、時代を関係なく、このように話ができてですね、一緒に共有できるみたいな。で、笑顔も本当に少年のような素敵な笑顔をずっとされていたので、まずはちょっと森泉さんの、今までの、まあ、経歴といいますか、はい、どういうことをされてきて、何に携わってきたっていうのを、はい、なんかお話ししていただこうと思いますか。はい、僕は大学出まして、そのまま、まず始めたのが演劇なのですが、その演劇始めてすぐの頃にですね、とある方が、実は日本でオリジナルミュージカルをやりたいと。はい。で、やっぱりいつも外国から持ってきて、それをまあコピーしてるだけではダメなので、で、日本でオリジナルミュージカルをどうしても作りたいと。で、それに手を貸してほしいということで、僕は演劇の世界を辞めまして、まあそちらに移って、はい、で、そこでまあミュージカル作り、今からまあ40年前です。1970年代なんですか？そうですね。
で、その時に、まあ、プロデュースした方がですね、マイケル・ピータースを知っていたり、まあ、アメリカのショービジネス界で仕事をしていた方なんですね。はいはいはい。ちなみに、マイケル・ジャクソンのね、ビート・イットとかでも、なんか相手ボス役みたいな感じで出てきた、マイケルの振付師の方ですね、はい、マイケル・ピータースの、はい。で、その彼を呼んできたり、まあ、いろいろ、日本の世界からスタッフを彼が集めてですね、プロデューサーが。で、やろうぜと言ったのが、この、まあ、音楽業界と関わる一番最初でしたね。ただ、当たり前ですけど、悪戦苦闘で。はい。それは東京ですか、場所は。東京の。その時にちょうど東京で、青山劇場という、当時、東洋地と言われた劇場ができまして、はい。そこのこけら落としでやると。ほう。いうことで始めたのですが、その当時その関係者でですね、実際アメリカ行ってそれじゃアメリカのそのショービジネスに触れた人間が何人いるかって いないわけです。はい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 。もうなんかわかんないですけど今日の話これちょっと奇跡起きそうですね。これはすごいな、はい。で、とにかくそのマイケル・ピーターズとも話は合わない。それから。こちらの作曲家が音楽を作るわけですけど、つまり、そのマイケル・ピーターズが、お前は踊りを分かってて書いたのかっていうところから始まって、まあとにかく悪戦苦闘で、とにかくなんとかやったんですね。はい。で、それから、まあ我々全員目が覚めて、はい。これ勉強し、当たり前ですけどね。勉強しなきゃダメだと、いうことで、まあ、定期的に向こうへ行って、いろんなそのショービジネスに触れて。当時それはどっちですか？ニューヨークですか？ロサンゼルスですか？ロスがほとんどでした。ああ、そうなんですね。ええ、マイケル・ピーターソンもロサンゼルスですよね。ええ、はい。で、彼に紹介してもらったりしながら、ただ、その時の感想はですね、まずこれ追いつかないんだと。どう頑張っても無理だと。いうのが第一感でしたね。ただ、無理だで終わっちゃったらもう始めた意味がありませんので、どうするかっていう話し合いは結構毎晩のようにやってましたね。はい。で、その時に、まあ、大きく分かれたのが、やっぱり、そのアメリカでショービジネスをもっと勉強するのか、あるいは、その日本の持ってるいいところ、というのを、そっちを一生懸命勉強するのか、どうしようか、という、分かれ道がありましたね。僕はもう今のこの触りというか、この話の流れを聞いて、なぜこの瞬間に、森泉さんと一緒にこのように、対談をさせてもらっているのかっていうのが、もう分かりました。もうこのご縁は、奇跡ですね。ああいや、もう光栄極まりないです。僕は本当に昨日初めて、生徒さんの前で一緒に講義をさせてもらって、で、ずっと見守っていただいて、で、僕が今まで培ってきたものを自由にですね、5時間にわたってやらせていただいて、本当に僕楽しかったんですね。で、こんなに学校で自由にやらせてもらえたことがあったかっていうと、本当にないというか、学校ではやっぱり、あれをやってもこれやっても怒られてたことをもっとやってくれっていうふうに、意識改革、自由改革をさせてもらえるっていうのって、エンタメでは当たり前でも、やっぱ学校教育ではあまりないと思うんですね。はい、で、4年生の大学で、このようにダンスパフォーマンス科っていうのは、ここ以外にあるんですか？他に。ほとんどないと思いますね。なんか、大阪に1個あるかどうかな、はい、大阪芸大に1コースあると思いますが、そのダンスパフォーマンスコースはどこの視点で作るか、いわゆるジャズの視点で作るのか、コンテンポラリーで作るのか、それからまあブレイクだ、ヒップホップで作るのかで、全く様子が違ってきますよね。はい。いわゆる知的な部分まで。はい。で、うちの大学は、そのどこを選択するかは学生に任せてるんです。全部用意しますから、自分で何か選んでくださいということなんですけど、他の大学はやっぱり、どちらかというとコンテンポラリーだったり、それからまあ、ジャズですね。選択肢はうちが一番多いと思います。
昨日もあの学生たち踊ってくれるのを見せてもらったんですけど、かなり自由にやってましたもんね。そう、ま、それは、ケントさん見てると一番よくわかりますけど、やっぱり自由じゃなければ何も生まれませんよね。そこだけは、学生たちはまだ知らないんですけど、はい。やっぱり自由さの中で格闘しているのはいいなと思いますね。今年が初めて、初年度ですもんね。はい、1年目です。ダンスパフォーマンス科で、はい、で入ってきた子たちがまだ始めたばっかりって子もいれば、ちょっとやっていてって、はい、でそれを僕に見せてもらいましたけれども、本当に自由に自分の表現をしていて、まだまだもちろんステップアップしていける部分があるんですけど、まあみんななんか度胸、肝も座ってて、見てくださいっていう感じですごいいいなと、本当に印象を受けました。で、すごく僕としてもすごく内容の濃いというか、質の高い何かこう、時間を過ごしたなと思っているんですが、やっぱ本当に今、本当に短くですが、森住さんのそのエンタメに関わってきた中でのその経緯というか、はい、で、じゃあ、どのようにしてアメリカのそのショービジネスに、やっぱこの、追いつくというか、なのか、それとも日本の良さをっていうことじゃないですか。で、その後、今この何十年の間に、こう、今この2019年があるじゃないですか、どうされていったんですか？つまり、叶う方法は何かないか、ということで、一つだけあるとすれば、まあ、我々、アーティストとかスタッフの、まあ、ちょっと変な言い方で人柄というんですか。つまり、お客さんたちに我々が何か作品を作る。その場合、つまり、我々の心の中を旅していただくわけですよね。で、その時に我々の心の中が充実していれば、それは、まあ、アメリカのショービジネスに対抗できるだろう。もうやばいこれ心を旅させる、だから心が充実しなかったらっていう、これはね、これね、パンチラインなんていうもんじゃないですよ。この今概念理念は僕が思うんですけど、これいつ頃そういうふうに思われたんですか？それはでも、もう本当にそれこれで大丈夫だという確信を持ったのは20年ぐらい前ですね。つまりもうこれでブレる必要はないんだというふうに思ったのは。もうね、これもうドリームサロンの皆さん、これ本当ドリームサロンの皆さんだけじゃない方にも見せて、これの本当に残してよかったね。これは、やっぱりその森泉さんの長いか、まあ、キャリアの中で、やっぱ何かこう見出していった一個一個の中で、今その話を聞かせていただいた、これに勝るものはもうほんとないですね。いや、でも昨日ですね、はい、僕ケントさんのパフォーマンス拝見してね、はい、で、昨日もちょっと申し上げたんですけど、例えばケントさんが歌ってるのを、僕は歌を聴いてるっていう感じにはならない。はい、踊ってても踊りを見てるっていう感じにはならない。はい、でケントさんの中を僕は旅してるんです。旅ができたんで。で、僕の心の中はどうでしたか？つまり、ケントさんの心の中で、一番美しいものは自由だなっていう。で、これいろいろですよ。はい。で、僕いいと思うんですけど、はい。やっぱり旅してみると、お金だって方もいますよね。はあ。それから、やっぱり有名になりたいっていう、はい、欲望。はい。もういろんな方がいる。はい。で、いろんな方がいていいんです。はい。だけど、お金だって方のところは、そんなに何回も旅をしたくないなと。はいはい。だけど、すごいこの話。やっぱり、自由だとかね。それから、今、ケンさんよく夢とおっしゃるんですけど、僕はちょっとそこだけ今悩んでるのは、夢っていうのは叶うものなのかなと。つまり、叶わないから夢なのかなと。だけど、それを追っかけるのが、美しいのかなと。わっもう、やめます。これ本当に、実はというか、まあ僕も経験していることで、まあ10年前、2009年、4月15日にマイケル・ジャクソン本人に会って、でも、その後すぐにですね、連絡があって、まあ僕はディスイット、まあ受かったにしれを、契約したにせよ、それを破棄しなきゃいけないと。
なぜならマドンナともう契約してるからっていうことで、行けず、夢半ばで 50% かなって 50% やっぱり保留になっちゃったんですよね。で、そこから一度もリハーサルにも入れないっていう歯がゆいをもうしたままマイケルが行かれてみたいな。で、その後僕もどっかで自分の中で点と点をつなげようとしても、やっぱり何か叶わずして終わったっていうところの思いが募っていって30歳になった時に、今の僕の新たなる夢、それは本当にまた、昨日も音楽もそうですけれども、歌も音楽も全部ですね、何もかもこう、プロデュースしていくっていうことをやっていくことで、やっぱり自分自身が自分自身の理想とするそのスーパースターじゃないんですけど、そういう存在になってきたエンターテイナーになりたいと思って歩み出したみたいな。なんか、それも今じゃまだ叶ってないですよね、うん。だけど、このプロセスがすごい一番楽しいとも思っていて、はい、で、ここに本当夢があると思うんですよ、はい。で、やっぱりその前を見ている、上を見ているっていうこと、やっぱ後ろを振り返ってんじゃなくてっていう。なんか、だから、その、今美しいっていうね、そういうところが美しいんだけど、これがやっぱり人生の本当の美しさであり豊かさなのかなと思ってはいるんですよね。うん、多分、その、ケントさんのパフォーマンスに魅了されている方たちもですね、はい、夢を叶えたケントさんの姿を見たいんじゃなくて、はい、夢を叶えようとしている。そのやっぱり葛藤してるのがごちそうさまです。みたいじゃないかな。ごちそうさまです。もう、うん、かなりお腹もうすごい、これすごいことを言ってくれてますね。本当にそうですね。そうじゃなくてですね、それは昨日一日ケントさんとお付き合いさせていただいて、そこでいろんな話を聞いて、でいろんなそこでパフォーマンスを拝見して。そこで感じたことを今僕が言ってるんであって、僕の固い信念を喋ってるのではないんです。だからこれ喋らせてるのはケントさんで、だから昨日の出会いがなければ、こんな確信持って喋るということはまたないんですね、それが。だからそれが、この世界の出会いのいいところでね、やっぱり誰かと出会って刺激を受ける。で、これが受け続けられれば、やっぱりいい人生ですよね。で、誰かと会ってなんかその人と損してるって言ったら嫌な人生ですよね。だそういう意味では、昨日いろいろお話をさせていただいて、僕にとってはとても貴重な財産ができたという感じですね。そっくりそのままお返しになります、本当に。僕にとっても、なんか本当に夢っていうものの、まあ、ね、追いかけている時が、花であるというか、美しいと。ですよね、でも。いや、そうなんですよね。うん、だから、やっぱり人生って、その僕が与えられた時間の中で、もうそれをしていたいっていう。うん。それをしてる時は一番楽しくて、幸せで。うん。で、その山が高ければ高いほど、やっぱ自分に課したハードルが高ければ高いほど、こう、なんですかね、高揚するというか。うん、で、やっぱりそれを求め、高きを求めて、こう今までも旅してきたがゆえに、やはりこういうね、なんかそんな教授とね、こんな風に座って、喋らせていただくなんていうことが、まあ、まさか来るなんていう風には思ってもなかったですし、それをまさかね、名古屋芸術、名古屋っていうね、自分の地元である場所と、芸術っていうところの大学が、僕をそのように、こう、何かしら、点と点を伝えてくれたっていうのは、もう本当に光栄でしかないですし、であるがゆえに、やっぱりこういう話ができていることを本当に幸せに思います。いや、こちらがこそなんです。それと、ここは名古屋芸術大学なんですが、芸術をアートと訳す方が、ただ我々はエンターテインメントと訳します。そこです。じゃあ、名古屋エンターテインメントオブユニバーシティなわけですね。そう。精神的にはそうですね。最高です。ちなみにそのアートとエンターテインメントの森泉さんの中での違いを最後に語っていただいていいですか？あ、アート、これちょっと生意気な言い方ですけど、アートというのはどちらかというと、その作ってる方の中で完結する。ただ、エンターテインメントというのは、誰かのために作るっていう、その違いがあると思いますね。ごちそうさまです。味噌煮込みよりも濃い。こんな恋なんていいの今日。いやー、では、これは、
本当に、もう地層ですよね。ものすごい地層のミルフィーユの重なった中の一番最後のところを見させて今話をさせてもらってますけど、はいはい、この一個一個の言葉一つ一つの全てにどれだけの下に地層があって今その言葉をこのように発せられてるかって思うと、本当に僕もそこまで今から40年以上僕40年あるんでこの後40年で本当に逆に言うとそれを本当に噛み締め、そしてまたより深くですね、僕もなっていけるように、やっていけたらなというふうに本当に心に刻みました。でも、幸いこのショービジネスの世界は、本当に周りにいい先輩がいますよね。はい。まあ、それこそマイケル・ジャクソンだって、あんなに純粋にね、本当に幸せとは何かとかね、自由とは何かとかね、というか、場合によったら、人との縁を切ってまでもね、その夢に向かっていく。で、場合によっては、その家族との縁よりも、そのみんなと一緒に共有する夢を、その大事だと思う。やっぱり、徹底した生き方っていうのは、もうそれ自体がエンターテインメントですよね。もう、教授も僕の CPU 本当に、いや、もう、これ。いや、そうでしかないです。もう 100% 同意します。いえいえ。ただ、今僕はたまたまマイケル・ジャクソンという名前で話しましたけど、で、そのマイケル・ジャクソンというのを、ケント・モリと置き換えても通用する話なんでね。で、それから、そうでなければ、より多くの人にその存在を知られる。それがその生き方を知られる。で、それが魅力的だと思われる。っていう、今の森さんの状態にはならないんですよね。で、それがダメなんで、いわゆるまあその辺でね、うずもれてるアーティストは死ぬほどいるわけじゃないですか。それはどっか何かが汚れちゃってるからですよね。いや、もうなんか、エンターテインメントの、もうなんか今ここ伊勢神宮ですかみたいな。あまりにお言葉が、ほんと深すぎて、いや、もう本当に、もう感無量でございます。もう、ちょっと振り返ってですね、はい、森泉さんがその、40年前に、そういうアメリカのショービジネスを見て、あ本当にこういうものをね、取り入れていかなきゃいけない。でも、すごいレベルで、じゃあ自分たちには何があるのか、どうやってやっていくのか、っていったところから、ボリューム1においては、やっぱりその心の豊かさみたいなところを、本当に大切にしていけばいいんだっていうようなものに気づいていったのが、そのプロセスの中にあり、はい、20年前に、あ、これでいいんだと思ったっていうことですけれども、その20年前からの、じゃあ今というか、につながるまで、をちょっとお話し、あ、はい。していただいてもいいですか？これは大変矛盾に満ちた20年でして、はい。こうやって作ろうという、決めたことはありました。はい。ところが今度は、我々は、まあ、仕事というのは頼まれるわけですね。はい。そうすると、その頼まれた方たちが求めているものというのは、いい作品を作るということじゃないんです。はい。客席を満員にしてくれない。で、いい作品を作ったからプロデューサーに褒められるか、それはなかなかないんです。で、客席が満員になると、もうすぐ飛んできて、ありがとうございました。またよろしくお願いします。という、この矛盾の中で、確かにこれ大事だということはわかります。だけど、あれですよね、ケントさんもそうですけど、大事だと思いながら、言っちゃいけないことってありますよね。そこはちょっと口に出さないようにしようよという。それが、ちょっと平気で飛び交う、まあ、ある種の下品さみたいなもの、というのが、つまり制作会社は会社ですから、やむを得ないと思いつつ、
なるべくこちらには目を向けないで、みんなでこっちで団結しようねという、このちょっと矛盾に満ちたことが繰り返されたのが、この20年でしたね。逆に言うと、それまでは、20年前のタイミングまではあまりそうなかったんですか？なかったですね。というのは大体、あまりそのショービジネスとかですね、そういうことが定着してませんでしたし、それから、大きな制作会社ですね、東宝とか松竹も、まあ、ミュージカルをやるよりは、いわゆる普通のお芝居というものをやってましたんで、その、あまり接点もなかったんですね。ところが、だんだん、その、いわゆる商業演劇というんですか、これとショービジネスの見境がつかなくなってきて、ちょっとこう、大事なんだけど、その話を今するんですかっていう時間が続きましたね。まあ、これは本当に表裏一体、陰縁じゃないですけれども、あれですよね。お客さんがいないと舞台は成り立たない。でも、じゃあ、ただ、大多数がいいっていうものが全てよろしいのかと。これ、例えば、名前を出さないようにして喋りますけれども、例えば、じゃあ、食品、レストランにおいても、まあ、大手チェーン店で、まあ、安くてすぐ手に入るみたいなところで、たくさん店が出ているみたいなところで、全国的に例えば見たら使ってる人の数はものすごい多いんだけど、じゃあそのメニューの、じゃあ中身は添加物ものすごい入っていたりとか、加工食品だったりとか体に良くない。でも、安く仕上げれたりとか、どんな時間でもとか長持ちするとか、っていうことですけど、例えば本当にいい食材を、こだわって作った時には何日も持たなかったりとか、本当にその瞬間で、で、そういうことで言うと手間暇かかったりとか、で、そうすると値段が少し上がってしまうとか、で、なると、やっぱりお客さんをたくさん、店舗をたくさんだったりとかってのは難しいみたいな時に、作り手としてはその葛藤は常にありますよね。はい。はい。ここはどうお考えですかね。僕は、やっぱり観客っていうものを、ちょっと生意気な言い方ですけど、育てる義務があると思うんです。はい。我々には。で、ほっといたら、育たないんですね。はい。で、観客が育てば、我々のその業界も当然良くなっていく。で、この作業が日本ではダメなの。だから、ずっと、まあ、いい意味ですけど、ずっと観客は未熟だなと。だから、その次のことをやると、当然何人かの観客が落ちこぼれてしまう。で、もっとその先を目指すと、また、ボロボロと観客が落ちてしまう。ここを解決しないと、ダメじゃないかな。それは、本当に上から目線ではなく、実際に本当にあると思います。やっぱり舞台に立つなり、演者の方は必ずお客さんを超えてなきゃいけないと思うんですね。で、お客さんがそれをその人以上にできるんであれば、お客さんがそこに立っていると思うので、なんですけれども、これは僕はどっかのタイミングで、これすごくもう本当正直な話をしますね。諦めちゃった部分がすごくあるんですよ。で、だからもう僕は早い段階でアメリカに行ったのもそうですし、今の自分の夢達成も、まあ、海外でやろうとしちゃっているのは、そっちの方が即効性があって、早く分かってくれて、すぐ評価してもらえると思っているんですね。で、普通の人からすると、そっちは大変だと思うんですよ。だけど、僕みたいなタイプはそっちの方がいいなと思っていて、まあ、僕の場合は本当に量より質のタイプだと思っているので、で、あとは、大きな、まあ、ピラミッドの上の方の人たちが、バンと動いた瞬間に、まあ、だんだん波及して伝わってくるみたいなもんで、あ、なんだ、こんなにすごいんだ、みたいな。ほとんどの対象の人たちは、あ、今これが売れてるんだとか、目の前にあるものっていうのをただただ通るとかっていうことで、あまりこだわりがないと思うんですね。なんか、だから、僕は海外をやってますけど、やっぱり小さい時からですね、本当に僕、例えば音楽にしても、音楽とか俺は好きじゃないんだって昔思ってたんですね、小学校の時とか。マイケルと出会うまでは。はい、でも、そうじゃなくて、やっぱりどうしてもなんか、本当に文化祭に毛が生えたようなものっていうのは、僕の中でグッと来なかったんですよね。でも、やっぱり、なんか、
いたじゃないですか、当時。それこそ美空ひばりじゃないですけども、とか、勝新太郎だったりとか、ね、黒沢明じゃないけども、そういうの見ると、本当に、こんなすごい人いたんだって思うというか、ああいうものに、まあ、それこそ、うちの父が、浪曲師をやって、自分の港屋蘭丸っていう名前も持ってるような感じで、本当にやってはいるんですけど、その人が聞いてた、その、京山孔子若っていう、その、浪曲師なんかのやつも、やっぱ聞くと、僕みたいな、その、小学生、中学生が聞いて、普通わからないようだけど、本当心つかまれちゃうんですよね。むちゃくちゃにやっぱり、なんていうんですかね、芸が達したというか、だからやっぱりその、残っていくもんだとは思いますし、なんかそういうのって、なんか本当の芸だなと思うんですよ。で、なんか、それは、なんか、やっぱ、なんかこう、憧れる、なんか、本当になんですかね、筋金入りのものがなんかあるんだなっていうのは思うし、でも、どっかのタイミングから、日本のそういう芸能のものも、なんかすごく、なんていうんですかね、大量生産にどんどんなっていってしまって、なんか、こう、なんていうんですか、この人のこれがすごいみたいなものが、どん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 こう、薄れていって、一般人化していったとか、なんかっていうのが、すごく寂しいなと思っていて、だから、じゃあどうするんですかって言った時に、僕はまあ文句たらたら言ってんじゃなくて、まあ自分が、自分の背中で形にして見せていこうというふうに思ってるのがまさに今の僕のステップなんですね。だから昨日の授業でも本当に全て、生徒たちの、要望、リクエストは全部実際に体現して見せていったというか、それが僕のやり方ではあるというか、ではあるんですけれども、はい。そうですね。ただ昨日僕は健太さんの作品を拝見して、はい、いわゆるお化けの、はい、妖怪ですね、はい、あれを拝見してて、あ、やっぱり健太さん日本人だなっていう、はい、で、マイケル・ジャクソンのスリラーに出てくるお化けたちは、はい、いわゆる怨念とかね、そういう日本的なものはないわけですよ、はい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 、妖怪に近い、向こうはゾンビですよね、はい、ところが、昨日の健太さんのお化けは、どう言ったら、精神が生きてるんですよね。で、最後の方で、汗が当たってきて、体が溶けるんですけど、あれはまあ体が溶けるんじゃなくて、怨念とかね、恨みとかといった精神が、まあ溶けていく。浄化されるという。ええ。っていう、これはやっぱり日本の考え方ですよね。あ、そうなんですね。だから拝見してて、まあ同じ妖怪でもね、まあマイケル・ジャクソンのスリラーは、ああいう一つの、まあビジュアル的。だけど、日本の健太さんが作ってる妖怪は、とても精神的。持ち上げすぎないんじゃないですか。大丈夫ですか。まあ、森津さん、本当にこんな持ち上げなくていいですからね、いやいや本当に。そうじゃなくてね、これは僕の、拝見した時の、まあ、印象でね。で、我々は、マイケル・ジャクソンのスリラーは、やっぱり見ててすごいなと思いながら鑑賞してるんです。うん、だけど、ケントさんの妖怪は、鑑賞してるのは自分の物語なんですよね。うん、だって、自分の父、母、おじいちゃん、おばあちゃんが、ああ、なるかもしれない。うん、で、自分のおじいちゃんは、少なくともスリラーにはならない、うん。あ、それで言うと、本当に一個だけそらそうかなと思うのは、やっぱり日本人である僕が作ってるので、やっぱり日本人だったり、東洋のものに対して、すごくもっと親近感があるのは絶対そうだと思いますね。うん、はい。僕が本当にそれを最後に、奇妙無量十妙来、あれ、おじいちゃんが言ってた、本当浄土真宗の、もう毎晩のように、奇妙無量十妙来、南無不可思議語、法祖菩薩二次、財政自在を仏性って、これ全部そこが入ってたりとか、はい。もう、やっぱり自分が今まで見たもの、咀嚼したものっていうのが必ず、血として一緒に出てくるというか、だと思うので、同じ日本人である皆様がもし見て聞いた時にはもっと親近感は絶対あるなと思います、ね、はい。で、まあとても次元は違いますけど、我々が今やってることも実はああいうことなんですね。はい。で、まあ日本には歌舞伎という伝統芸能があります。で、まあ、いろんな演劇がですね、歌舞伎に挑戦したわけですよね。で、全部負けちゃったんですよ。はあ、
で、もう歌舞伎しか残ってない。はいはいはい。で、これは、なぜ歌舞伎しか残ってないかっていう理由がはっきりしてて、はい、歌舞伎はずっと変わり続けてるんです。ほー。皆さん伝統芸能といってね、300万年前と同じことやってるだろうと考えがちなんですけど、一番前衛的なのは歌舞伎なんです。はい、歌舞いてるわけですね、そこでもまだ。そうなんです。歌舞伎の、この前僕は初めてですね、はい、2回人生いたことなんですけど、うん、愛之助さんの、はいはい、見させていただいたんですよ。はい、確かにワイヤーで飛んでましたもん。そうですよね。五右衛門が、はい、石川五右衛門が、はい、あれ当時飛んでないですもんね、ワイヤーで。はい、本当に今、歌舞伎が一番やっちゃいけないことがない。っていうスーパー歌舞伎とかありますよね。あります。ただですね、これは後でカットしてください。スーパー歌舞伎の方たち。カットないです。あ、そうですか。はい。カットないんで、カットしなくていいように喋ってください。はい。本当にまあ、突然出てきてスーパー歌舞伎を始めたわけですね。それは歌舞伎を変えようと思って。はい。ところが、それまでの歌舞伎役者は一斉に反発。はいはい。そういうもんですよね。で、つまり歌舞伎座に出れなくなったんです。あー。スーパー歌舞伎は。はい。ところが、スーパー歌舞伎の方たちは続けてたんです。はい。で、じゃあなんで今認められるようになったか。これは観客が支持したから。それ日本ですか、海外ですか。日本で。おー。で、それまでの歌舞伎のお客さん入らなくなっちゃった。スーパー歌舞伎はチケットが買えなくなった。これで勝負がついたんです。はあ、面白いですね。でもそういうことで、結局、生き残っていったとかですもんね。そうです。それがもう観客が選んだ。僕自身も、まあ、似たような経験をしたことがありまして、でそれはなんか常若の精神ということで、はい、伊勢神宮が、まあ、20年に1回必ず遷宮として、うん、はい、社を新しくしていくみたいなところで、で僕はその出雲大社と伊勢神宮がこう同時遷宮という式年遷宮というなんかミレニアムイヤーの時に奉納させていただくという。あ、そうですか。はい、そういう機会がありまして、はい、もう5年ぐらい前なんですけれども、うん、で、その5、6年前ですね、その時に、まあ、ものすごく貴重というか、人生を変える経験をさせていただき、でも、初めお話をこうもらった時に、すごい不思議だったのが、僕みたいな、こう、なんですかね、本当自己流でやってきたような方のものを、こう、いいんですかと。なんなら本当になんかこう、なんとか舞踊とか、なんとか、ね、いろいろその、能とか、ああいうスタイルのあるものじゃなきゃ、俺はいけないんじゃないかなと。なんか神社みたいなところでっていうところで言うと、そういう、なんか概念、固定概念なのか、があったんですけど、彼らはその、いや、そんなことは関係ないと。それはただの形、スタイルであって、やっぱその精神性さえ、ちゃんと、こう、そぐうものというか、であれば、全く関係ないんだっていうことを言われて、なんか、そんなでかい器のとこなんだ、伊勢神宮はと思ってびっくりしたんですよね。なんか僕なんかが一番そういうところに上がっちゃいけないだろうって、どっか本人が思っていたので、はい、いいんですかって時に、いや、それを言われて。で、お客さんに踊るんじゃないと。神様に対して感謝の気持ちをっていうことでやって、でも僕は必死にそれを心からやった時に、その館長がその後言われたのは、閉ざされた宇宙と繋がる力っていう、剣と森様っていうことで、本をいただき、言葉をいただき、なんか、すごく、今の僕の夢に対しても、活動に対してもものすごくこう、未だにインスピレーションを与え続ける経験だったんですけど、その常若の精神っていうようなものじゃないですけれども、が、やっぱり、僕自身も本当に日本っていうものをより深く、伊勢もそうですし、理解させて、そして、なんかこう、あ、この国に生まれてよかったなって、本当に誇りに思えた、ということがあり、だからなんか、ちょっとした形やどうこうっていうのは、本当にただのスタイルって髪型と一緒で、別に表面的なものであり、重要なのは根っこっていうか、幹なのかなっていうふうに思った経験があって、なんか歌舞伎のその話を聞いて、本当のその当時の歌舞伎っていうのって、もう本当にある意味パンクなものだったわけじゃないですか。でもそれがいつの間にか伝統工芸になっちゃって、それをずっと同じものやってるんですけど、当時やった彼らは、ね、織田信長のここ剃る髪型じゃないですけど、もう、思いっきりパンクなことをやったわけじゃないですか。した。だから、ある意味、レボリューションですよね。ってことは、本当の意味で歌舞伎を理解している人たちは、よりレボリューションを常にしていくっていうことだってことで言うと、僕は、
ある意味そのスーパー歌舞伎をやった方っていうのは、すごい理解が深かったんだろうなっていうふうに思いますし、僕もマイケル・チルドレンとして今やってることっていうのは、じゃあマイケルみたいな音楽を作るのかって言ったら、真似しているような音楽ではなく、自分の東洋人、日本人としての誇りをこう、ちゃんと混ぜ合わせたもので世界に行きたいっていうか、しっかり日本と思っていきたいっていうような、なんか思いになったのは、そういう昨日の授業もそうですけど、だったんですね。それが、まあ、歌舞伎であろうが、その、伊勢神宮であろうが、それが、まあ、例えばアフリカの音楽であって、あるいは、ケントさんのパフォーマンスであろうが、その真ん中にあるものが、同じであればね、それは必ず、コミュニケーションが取れますよね。問題はその、真ん中が違っちゃうと、まあ、これ喧嘩するしかないんですよね。だから、一瞬、例えば、伊勢神宮のその、奉納とね、ケントさんのパフォーマンスはもう、とんでもなく離れてるようですけど、ただ、こうやって皮をめくっていくと、真ん中にあるその真珠の核、これが一緒で、ですから、歌舞伎もね。先生、今、なんて言いました？その、真ん中にあるものは、やっぱり核なんですか？核だと、まあ思いますけどね。思いますけどっていうのは、それ見たことがないんだよね。今もうその今一つごめんなさい、その言葉表現が、もう昨日、僕のね、言ってることと、その生徒さんが、森泉さんの、授業を受けられた生徒さんが一緒だっていうのを言われたっていうのを言われたじゃないですか。はい、僕も常に、ドット、まあ、角ですよね。はい、点ってことを言ってて、もう同じ表現を本当にしてるんですよ。はい、それを今言われた時に、真珠のっていうのを言われて、今ドキッとしちゃったっていうか、その話もすごくこのサロンで僕は自分の哲学を言っていて、まあ、一般的にこういう話すると結構ポカンってされるじゃないですか。どこで話しても。でも、これ真実だと思うんですよね。でも、それがやっぱり、この何かしら今までの旅路の中に見えてきたものっていうのがあって。うん、それがでも、ケントさんの中にね、まあ、そのドットが終わりになるから、いわゆる、どこへ出かけてってもそこへ帰ればいいしね。どんな冒険してもそこに戻っていけばいいわけです。つまり、アーティストとして行方不明にならないっていうのはとても大事だと思うんですよ。で、やっぱり魅力的じゃないのは、その、ドットがないとね、なんか出かけてったって帰ってくるところがないんでね。一生彷徨っちゃってるっていうのは、それはちょっとアーティストじゃないですよね。ちなみに先ほど、アートとエンターテイメント。っていうのが、違うっていうのを言われたじゃないですか、先週のやつで。ただ、じゃあエンターテイメントやる人はエンターテイナーって言われますよね。はい、で、アートやる人はアーティストって言われます。はい、この違いはあるんですか、なんか。それはやっぱり芸術家と、まあ、それこそエンターテイナーですよね。だから、アーティストという言い方は必ずしも、実は僕がアーティストというよりは、アーティストと同時にアルティザンって言葉があるんですけど、はい、これはフランス語で職人という意味なんです。はははで、アーティストは芸術家ですけど、はい、我々は刀研ぎ師みたいな。そうです。やっぱり観客を、まあ、夢の時間を与える職人でやりたいですよね。ただ、職人っていうのはそんな簡単になれるものではなくてね、やっぱり人一倍技術を身につけなければいけないし、といって、じゃあその技術を振りかざしちゃいけないし。おぉ、深い。はい。そこの辺がやっぱり、職人になりたいけどなりきれない未熟さは、もうしょうがないありますよね。僕にはね。僕にもです、本当に。いやいや。では、ダリの、はい、僕ダリが大好きなんですけど。大好きです。もう、シュールレアリズムの、もう、ダリが僕は本当に一番好きで。僕はスペインのフィゲイラスっていうところに。行ったんですか？何ですか、はい、行きました。うわぁ、いいっすね。行ってないです。いつか行こうと思ってます。そうでしたよ。もうね、なんかダリが、もう自分の人生を振り返った時に、自分が未熟であるがゆえに、このようなものがっていう、自分の人生自体は未熟だって言った時に、もうそこでやられて、いや、もう僕も全く一緒で、未熟であるがゆえに、この全てがあるという
か、だから宇宙は完璧じゃないと思うんですね。で、完璧じゃないこの歪みがこれを生んでいる。だからそれ逆に美しいし、完璧なものなんて世の中にないわけで、そこが美しいじゃないですか。はい、そのもがいてる様とか、夢に向かってる様。だから、20代なら僕この話もですし、ドリームサロンなんてことやってないです、絶対に。でもなんかそれを一回自分なりに一人でこう突っ走った後だったんで、なんかこう、このような形で、今この模索しているところも見せたいなと思ったんですね。どうですかね、ケンさん。一般の方よりは、はい、我々の方が、はい、その、ひがみとか歪みとかね、はい、不完全さを受け入れやすいってことはないですか？本当に、ね、なんか、でもそうかもしれないですね。なんでか。不完全さとかね、歪みとか歪みを、なんか許せるみたいな。まさにそうですね、で。そこが実際にエンターテインメントの場所ですしね。ですよね。逃げるエスケープの場所ですし、はい、実際に、例えばじゃあ、ついこの前も、ディスカッションでそんな話があったんですけど、じゃあ、もちろんゴミ街中に捨てません。うん、で、その、汚したりとかしません。でも、全員が知らないところで、自然をむちゃくちゃ汚染してるじゃないですか。例えば洗剤を使います。例えば、そのガスを使います。もういろんなところで川も水もすべて。うん、愛犬家がいます。犬が好きですっていうことは素晴らしいことだと思うけど、同時に全然ペットショップで売られてない犬とか、いろんな犬が毎日毎日ものすごい処理されたりとか、僕ら動物を食べて、例えば目の前のご飯は残さなかったけれども、本当にコンビニに置かれたり、いろんなところでその食品っていうのはどん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 ね、捨てられて廃棄されてとか、ものすごい無駄もたくさん快適のために起きてるじゃないですか。僕、とにかく僕含め、nobody's perfect で、誰もそんな完璧に生きた人なんか、本当いないと思うんですよ。はい、その事実をなんか完璧かのごとくっていうのは、俺ないと思うんですね。だから、なんかやっぱその、世の中の本当に完璧じゃないってことを、ちゃんと理解して、いろんな側面で見てやらないと、なんか、ね、エンターテイナーの世界にいる人とかでも芸能人とかよくやってますけど、なんかこう、一個のことをものすごい叩きまくって人生ね、潰しちゃったりするようなことありますけど、いや、叩いてる皆さんそれぞれ全員そんだけ完璧ですかっていうと、僕基本イコールだと思うんですよ、本当に。そんな完璧な人はいないし、ね。だったら、その、己の貫き方じゃないですけど、もちろんね、社会的には叩かれますけど、その、勝新がね、コカインで捕まった時に、その、記者会見で、じゃあもう僕パンツ履かないよって、うん。だってパンツに隠しててなんか言われるんでしょ、うん、だったらもうパンツ履かないみたいなことをまで言ってしまうぐらい突き抜ける。うん、その、やっぱりエンターテイナー、マイケル・ジャクソンもそうでしたけど、やっぱそこが、なんていうんですかね、夢見せる側としての本当の職人芸というか、うん、なんかなと思うんですよね。うん、で、そういう人が、まあ今どんどんいなくなっていっちゃった。っていうことで言うと寂しいなとも思うし、うん。ちょっと変な話ですけどね。人間って死亡率 100% ですよね、はい。変な生き物ですよね。はい、その、まあ、どう頑張ったっていつか死ぬわけですよね。はい、で、その、我々なんでエンターテインメントやってるか、なんで、まあ、まずなんでエンターテインメントがあるのか、これおそらく、人間の命が永遠だったらないんじゃないかなと思います、ね。素晴らしい。素晴らしい。限りがあるから生まれるものというのはありますよね。そうなんですよね。素晴らしいですね。それは、多分ケンさんもそうでしょうけど、それ実際やってると、なんかとてもひしひしと感じるんですね。いや、本当にこの、全くね、先ほど招待させていただいて、この後ドリームサロンの、ディスカッションなんかも、たまにがあれば見ていただきたいんですけど、はい、本当に1分1秒僕はまあ意識してるって、昨日学生にも話したと思うんですけど、死。はい。っていうことへの意識。これが性への意識を生み出していて、だからこそエンターテインメントで、やっぱ人生をより豊かにするっていうことに全てなり、僕はですけど、はい、エンターテインメントをしている理由はそこですね。うん、有限だから、はい。無限じゃないから。俺は全く同感ですね。いやー、これは本当になんていうんですか、ここまでの話が僕はできると思わなくて、なんていうんですかね、不思議ですけど、やっぱり、そのね、エンターテインメントって大きな中でも、先生がやられてたって全然違うようなジャンルのところもいろいろあると思うんですよね。僕が始めたところも全然違う、時代も違うところでも、はい、結局この核に行くっていうのは、そうです。一斉にここを目指してるんです。だけど、多分その前に死んじゃいますよね。はいはいはい。だけど死んじゃうんですけど、ここを目指してたことが幸せじゃないですか。
もう、ごめんなさい、もう僕が感動しちゃって、本当すいません、もう本当に最高です。僕今その話を聞いてて、これを思い出しました。奈良に、ちょっとお寺を見に行った時に、まあ、仏像があって、で、その仏像って、僕、すべての仏像はそうだって聞いてびっくりしたんですけど、手をこう合わせてますよね、仏は。でも、この手を合わせていると思ってたんですよ。合わせてるんですけど、僕知らなかったです。まさかこの中に、クリスタルを挟んでるの、こうやって。クリスタルを、その、ちょっと名前忘れたんですけど、ある仏像が、地震かなんかで、震災で、こう、倒れちゃって、たまたま落ちたんですよね。そしたら、ここの手のところからクリスタルが見つかったってなって、で、レーザーで見たら、他の仏像全部にクリスタルが入ってた。だから結局ドットをこういうふうに、保持してたというか、持っていた。だから、ここに向かっていたって今の話が、それと一緒だなっていう。結局、すべてはドットなんだって、本当に思って。ということは、あれですね、いわゆるエンターテインメントをやろうとかね、エンターテインメントを見ようというのは、一番人間的な営みだということですね。いや、でしかないと思いますね。そうですね。はい、でしかないと思いますね。生か死かっていう、このすべてですね。すべてをこう、結局そこに向かっていく。仏もなんでここにドットをっていうのは、みんなをここに集中を。っていうのは、ワンじゃないですか。一ですよね、はい。みんなを一つにさせるっていう世界をっていう、ここに願いを込めるっていう。ここに一つの宇宙があり、ここに一つの星があるっていうね。そしてここに一つの願いがあるっていうね。話の中から言わせていただいた、その仏のドット、クリスタルの話だったんですけれども、先ほど一緒に行った方に聞いたら、奈良県の東大寺の二月堂の、仏様らしくて、あ、そうですか。はい。それがちょっと写真を見つけたので、はい、このような感じで。うわ、すごいですね、これ。これちょっと皆さんに見えるのかな、こうやってやったら。見えました？はい。はい。これがだから何百年もずっとこの手の間にあったってことですよね。そうです。で、今も見に行くと、僕行ったのは、1、2年前だったんですけど、いまだにこうやってあって、で、それが、あれなんだろうと思って見たら、うわ、クリスタルが、ここクリスタルがこの手の中にこの願いとしてあるんだっていう、もう、ワンであり、ドットでありってなって、先ほどのまあ書くって話もいろいろありましたけれども、なんか自分の中で感慨深くて、すごいなんか繋がっていく。で、まあ、言うなれば僕はですよ。僕の考え方で言うと、なんか本当にこれ究極、仏教も、まあ人類が作り上げたね、一つの概念で、まあキリスト教、宗教も、一つの僕はエンターテインメントだと思うんですよ。はい、で、これは、やっぱり一つの絶対的な存在、信じるものっていうビリーブがそこにあって、で、それに対して人が、こう、なんていうんですかね、みんなカムツゲザンするっていうことであって、で、当時やっぱりこんな今のような SNS だったりとか、こういう携帯とかもない時代に、やっぱり何か、一つ向かっていく先を作らなきゃいけないっていう時にこれが必要だったんだろうなと、まとめていくのにっていうことで、やっぱあと人間は恐れがあるじゃないですか。だからある意味そのエンターテインメントの形だったんだなっていうふうになんか僕は理解していて、はい、うん、同感ですね。はい、やっぱり宗教もエンターテインメントもその共通してるなと思うのはですね、無駄なものを削ぎ落としていくっていうんですか。で、その余計なものをどん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 取り去っていって、なるべく本質がその人の目に触れるようにしようという、その辺の作業がとてもよく似ているなと。はいはいはい。それからもう一つは、その一つの中に込めるっていうんですか。まさにこれですね。ええ。昨日、ケントさんのパフォーマンス拝見してても、まあ、例えば手を出す。でも実はその、この手を出す、このことにね、どれだけの技とか精神が詰まってるか。で、詰まってれば詰まってるほど、この手を出すことで、観客は感動するわけですよね。で、何もないと、ただ手を出してるだけですよね。この辺、その絞り込んでいって、いろんなものの中に、その感動とか、というものを見つけ出すっていうんですかね。そういう意味では、エンターテインメントと、宗教というのはとても似て、まあ、
おそらくだから人間の営み全体がそういうことなんでしょうかね。いや、そうです。そうですねっていうことを、僕がまだ言うには全然足りないんですけれども、本当にそうだと思いますね。だから本当の本質っていうものを、やっぱりこう、解いていくっていうものが、やっぱなんか、うん、半目の姿というか、ね、男でもあり、女でもありで、見るわけでも閉じるわけでもなく、こう、半目であるっていう、もうこのね、世の中すべて白もなければ黒もない、すべてはグレーだっていう、このバランス感覚。うん。やっぱり陰だけでもない、陽だけでもないっていうね、両方兼ね備えてるって、陰陰だっていう。いや、もう本当に特別対談にふさわしい素晴らしい話をもう聞かせていただきてますが、これ最終章なんで、はい、最後はですね、森泉さんの、まあ、今まで夢であったことたくさんいろいろあったと思いますし、いろんなことを叶えてこられたりとかあったと思う、このプロセスの中で、今、何に向かっているのか、今、夢はあるんですか、あるんだとしたら何なんですかとか、そういうちょっと、この瞬間、はい、はい、過去、現在、未来を、総称してですね、夢に対して話をしていただいてもいいですか。はい、まあ、夢はあるんですが、その夢というのは持ってれば、たまにちょっとイライラしますよね。うん、やっぱり、なんか近づいた方かなと思うと遠くになってたりね、うん、なんか一瞬どっか見えなくなっちゃったり、なんかやっぱり、でも夢がなきゃ生きていけないんですけど、あればある、あったなりにまたなかなかめんどくさいやつだよね、夢というのはね。ほー、すごい。やっぱりまあ、どうやって扱うかということはありますね。はい、で、今まあ目指しているのは、はい、こういうものだと思われていることがありますね。それをやっぱりもう一回見直す必要があるんじゃないかなと。で、何か当たり前の、あまりにもいろんな事柄が入り口で止まりすぎている。はい、例えば、戦争の話になりますとね、戦争は悪いで終わっちゃうんですよ。うん、でも、なんで戦争するのかとかね、うん、そこにこう、やっぱり入っていかないなかなか。で、これは多分、日常会話の中でやっていくと、とても鬱陶しいことになるんですね。ところが、やっぱり、例えばエンターテインメントで戦争を描く、ということは十分できるわけですね。で、例えば争ってる二人にですね、偉い政治家が出てってやめようだったら、これなかなか終わらない。だけど、お笑い芸人が出てって、何してんのって言うと終わるかもしれないわけですね。なんか、そういう、なかなか触れなきゃいけないんだけれども、触れないことっていうのを、やっぱりショービジネスの中で、どん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 テーマにしていって、で、究極は自由になるってことなんですけど、先ほどマイケル・ジャクソン言いましたけど、マイケル・ジャクソンは多分世界中で一番美しいのは自由だと確信してたと思うんです、彼はね。だから、いろんなことに説得力があると思うんですよね。で、やっぱりあまりなんかタブーだと思って、触れられなかったこと、そこをあえて取り上げて、それに対する恐れとかね、というものをやっぱりなくしていって、もっとこう自由にいろんなものに立ち向かえるっていうような世界をなんとか引きずり出したいなとは思ってますね。ほうほう。ふぅ。いや、僕もこの学校だけではなく、本当に自分の活動で、人生を通してですね、はい、それを本当にやっていこうとも思っていますので、なんか本当にこの学校をきっかけに出会わせていただきましたけれども、なんかこう、本当にできる限り何か僕なりにもそれを実現するにあたって、なんかぜひお力をもし添えさせていただけたらと本当に思いますので。そういうことよりも、おそらくケントさんも、もうすでにその道を歩かれていらっしゃると思うので、それが、なんか、そういうケントさんも、例えば、今のケントさんと3ヶ月後のケントさん違ってると思うんですよね。来年また違ってると思うんですよね。その時一体ケントさんはどういう風景の中にいらっしゃるのかね。これはとても楽しみですね。で、おそらく、
現実的な風景じゃないと思うんですよ。森泉さんはあれですか、タイムマシーン乗ってきました。これタイムマシーンですか？いや、これタイムマシーンじゃないですね、これ。だとしたら楽ですけどね。いや、もうね、ちょっとね、ドキッとしますね。なんか、本当に昨日食事されてても、今でもこう、ニコッとされた時に、本当に少年がそこにいるっていう、僕、すごくその笑顔の中に、やっぱり、この、なんすかね、すべてを見透かしているような、すべてを見てきているような、未来を見てきてきているんじゃないかっていうような、なんか本当に僕のことも深く理解していただいてて、なんかエンターテインメントのこともそうですし、なんかもう感無量でお言葉ないですし、はい。なんかその今日のね、今回の4回にわたって自由っていうテーマもすごくあったと思うんですけれども、はい、やっぱりこのエンターテインメントっていうのは必ず自由の中に、人生の生きるという、人が生きるという中に生まれる自由であって、そこの中で、何かをこう、社会風刺でもそうですし、表現することで、やっぱネガティブではなくポジティブに、やっぱりその、訴えかけるべきものだと思うので、本当に僕ら日本人としてですね、まあ、東洋人として、まあ言うたら地球人、そして宇宙人としてですね、やっぱ生きた証と、本当にその瞬間でしか味わえない喜びを、やっぱ形にして、うん、なんか僕も、なんかそのようにマイケル・ジャクソンもそうですけれども本当にやっぱり打って出たいなっていう、うんうん、そういうふうにこう願いを込めていきたいですそうですね、エンターテインメントというのは人間が人間のために作るんでね、だからエンターテインメントが好きだっていうことは人間が好きだっていうことですよね。もう本当に先輩もうやばいっす。いやもう本当に素晴らしくすぎです。でもカツさんそういうとこありませんか、例えばマイケル・ジャクソン、マイケル・ジャクソンが好きなんじゃなくてマイケル・ジャクソンという人間が好きなんですよね。そうですね、もう本当にそれでしかないですね。メッセンジャーである彼自身が僕はすごい好きで、いたので、もう本当にヒーローである理由はそこですね、はい、何があろうが。ただ周りから見てるとやっぱり彼が一つの振りにね、はい、どれだけ命かけてるのかね、どれだけそこに自分の人生を乗せ込んでるのかというのはなかなか周りから見てるとわからない。そうですね、でもどれだけの覚悟があってやってるかっていう、ね、ですよね。だけど感動するのはあるからなんですよね、わからないけど。そうですね、そこにあるからですよね。あるから感動する。はい、黒の着物を見てるのに、本当のその黒の着物の前に青を塗ってるっていう、その後に黒にしてるから、見えないんだけど、なんかより漆黒に見えるっていうのは、その下地があるっていうね、そうですね、出汁みたいなもんですね。でも、ぜひですね、今回こういう形でお話しさせていただきましたけども、はい、また何かの機会で、僕も自分がまた次の段階成長した姿をまた一緒にお話しさせていただいて、またお会いするの楽しみにしてます。はい、ぜひともよろしくお願いします。本当に貴重なお話をありがとうございました。まさにドリームサロン、ドリームワン、本当にぴったりのお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。森泉さんでした。よろしくお願いします。ありがとうございました。ドリームワン。